一環として行ったた火星探探査査計画またはその探査機具の機総称である1996年12月4日に地球を立ち、7ヶ月の後、1997年7月4日に火星に着陸した。この計画で、マーズパスファインダーは、約1万6000枚の写真と、大量の大気や岩石のデータを送信した。 1976年のバイキング2号以来、実に20年ぶりに火星に着陸した探査機となった。また、従来のロケット推進を用いた、難着陸ではなく、惑星探査の低コスト化を図るためにエアバッグに、全体を包み込んで惑星表面に突入し、地表でバウンドさせるという独特の着陸システムを、 確立し、以降の火星探査に大きく貢献することとなった。アルファ粒子 X 線分光計で、岩の蘇生を測定する、火星探査車、ソジャーナローバーエアバッグのテスト風景、マーズパスファインダー探査機は、火星地表に着陸する探査車を中心とし、ローバーを火星まで送り届けるための宇宙機、ローバーを着陸させるためのエアバッグを装備した、着陸機。 それらを保護するエントリーカプセルからなる。探査機は約7ヶ月をかけて地球から火星飛行し、火星周回軌道に入ることなく、直接火星大気圏に突入した。火星大気圏突入後、エントリーカプセルはパラシュートとロケット噴射で減速した後、エアバッグに包まれた着陸機を切り離した。エアバッグに包まれた 着陸機は少なくとも15回はバウンドし、最初の1回は15.7メートルバウンドしたものと計測されている。落下した着陸機は、正四面体の形状をしており、エアバッグのガスを抜いた後に花びらのように展開。その後、内部に搭載されていたローバーに、日の出とともに、太陽電池により、電力が供給されて起動し、ローバーは着陸機を中継して、 地球との通信を行いつつ探査を行った。ローバーは6輪の自律的駆動が可能な電気駆動車で岩などの障害物を判別して回避することができた。電源は太陽電池であるが保温用に少量のプルトニウムを搭載している。ローバーはアメリカの女性公民権運動家ソジャーナ・トゥルースにちなみソジャーナと命名された。 着陸後には通信の中継機として使用された無人基地はカールガン記念基地と名付けられた。この計画の目的は科学的探査のみならずより早く、より良く、より安い宇宙探索を開発するディスカバリー計画においてそれが可能であることを実証し、その名の示す通りパスファインダーは火星への安価な経路を開拓することであった。2004年に 火星に到着したマーズエクスプロレーションローバーも同様のエアバッグを用いる方法で2機の探査機を無事投入している。しかし2004年に同様のエアバッグ手法で火星着陸を目指した欧州宇宙機関のビーグル2号は火星への降下中に通信途絶となった。パスファインダーの開発期間は3年で打ち上げ費用。 運用費用を含む、総費用も2億8000万 US ドルに抑えられている。火星探査にかかったコストで比較すると、バイキング計画の約1、5となる。ローバーは、非常に小型で、質量 10.6kg、65cm、X48cm、X30cm と、人間が抱えて持ち上げられるほど小さい。後のメールや、 マーズサイエンスラボラトリーではさらに大きなローバーが投入された。この探査により火星に古くは水が存在したことが明らかになった。着陸地点としてはエリーズ渓谷が選ばれた。この付近は着陸するのに安全であるのと過去に火星に存在した水による洪水によって堆積物があると予想されたためである。着陸のシーケンスは以下の通り。 火星の暦で翌日、写真により、エアバッグの一つが完全にしぼんでいないことが確認され、ローバーの地表への移動の障害になることが予想された。そこで地上からの指示により着陸機のパネルを一つ動かし、無事ローバーを火星上に移動させた。カール西岸記念基地から撮影した地表の様子。中央にソジャーナが映っている。着陸機には、 イメージャフォーマーズパスファインダー、アトモスフェリックストラクチャーインストルメント、ミティラロジーパッケージの2つの観測装置が搭載が、搭載され、これらにより火星の磁力、気圧、温度、風の観測が行われた。ローバーは、秒速1センチメートルの速度で移動でき、通信中継基地を兼ねる着陸機を中心として、半径500メートルを走行できた。ローバーに搭載された。 アルファプロトン X 線分光計は岩石に含まれる元素を0.1%の精度で検出した。その結果、地球の安山岩、玄武岩に似た素性を持つ石が発見され、それぞれできた年代が異なる石が複数発見されたことから、かつて洪水によってこれらの石が運ばれたのではないかと考えられ、太古の火星に水があった証拠の一つとされた。 ローバーは全面にステレオモノクロカメラ1体、後部に1つのカラーカメラを搭載し、83火星、美の間に550枚の画像を地球に送信し、16の科学的成分分析を行った。当初、1週間から1ヶ月が寿命であろうと考えられていたローバーと着陸機であるが、着陸から83火星日後の9月27日10時23分に、 パスファインダーとの通信が途絶するまで約3ヶ月間駆動した。NASA は1998年3月10日までコンタクトの復元を試みたが10月7日に短い信号を受信したのみで通信は回復しなかった。通信途絶の原因はわかっていないがローバーではなく着陸機が低温のため故障した可能性が指摘されている。この場合 ローバーはあらかじめ地球との通信が一定時間途絶した場合、着陸機に近づくこと、ただし着陸機には乗ってはいけないとプログラムされていたことから、カール星岩記念基地の周りをさながら子犬のごとく回っていたであろうと考えられる。火星の日没の様子。なお、色は強調されている。火星の世界的な地形のインタラクティブな画像地図。 画像の上にマウスを置くと、60を超える著名な地理的特徴の名前が表示され、クリックするとリンクする。ベースマップの色は、NASA の MARS グローバルサーベイアーの MARS オービターレーザーコード系からのデータに基づいて、相対的な標高を示す。白色と茶色は最も標高が高い。ピンクと赤が続く。黄色は 0km。緑と青は標高が低い。 軸は、井戸と軽度。ビーグルにキュリオシティ、ディープスペースにロザリンド・フランクリン・ローバー・インサイト、マーズにマーズ3。マーズ6ポーラー・ランダー・オポチュニティ、パーセビアランス・フェニックス、スキャパレリー・ DM、ソジャーナース・スピリット、ジュロング・バイキング・1バイキングに。ありがとうございます。